と今ちらっと思ったんですけどね。だから CM とかそういうのも一切抜きにして、で自由にねできますよと。だから今後ね、例えば SNS、 まあその文字媒体で、例えばそのブログを作ります、例えば動画を作りますとしますよね。まあ大体この3つぐらいになると思うんですけれども、この3つを全部自由に使える。だから一月例えばいくら払うと自由にできます。ただじゃあ自分はね、動画を見るだけで他は使わないよっていう人は、じゃあその3つのうち1つを自由に使えるっていうことで安くなるとかですね、まあ、こんな感じでねやってもいいのかなと思うんですよね。まあどうなるかっていうのはね、ちょっとこう話し合いながらですけどもね。まあだからね、本当に夢は尽きないところなんですけれどもね、ということで、まあ今日はですね、皆さんと共にこう夢を話させていただきました。まあ桜にとっての夢、皆さんにとっての夢でしょうかね、うん、まあこのね、このテーマでねこう話をしてきましてね、まあこれは本当にこう直近の夢ですよね。もう本当に身近なところでの夢なんですけれどもね、こうやって夢を少しずつね皆さんと共有することによって実現に向かっていくんです。だから先ほどから言ってる通りね、桜井は日本初の SNS が作りたいんだと言っていたら、向こうからね、じゃあ桜井と話をしましょうって言ってきたわけですね。で、夢っていうのは語らなきゃいけないんですよ。特にですけれども、特に皆さんのね、皆さんの先頭に立って皆さんを引っ張る側の人間、政治家が国民に対して夢を語らなくて、一体誰が夢を語るかっていう話なんです。まあしかし今のね、政治家どもはですね、こう夢を見なくなっちゃったんですね。もうどこまで行っても金しかないでしょ。いやもちろんね、お金は大切です。金がいらないって言ってるわけじゃないんですよ。お金あるんだったら私だってもらいたいですよ。でもね、お金ではね、お金を出しただけではつかめないものもあるんだっていうことなんですよ。それが夢なんですよ。あのこれもね、いつも言ってるんですけれども、人生ね、80年。まあ、先ほども言った通り、根性での人生は一回こっきりです。根性ではですね。一回こっきりですのでね、その中でね、まあもちろん世界一の大金持ちとか言ってね、目指すのはいいかもしれませんけれども、でも金があるから幸せだとは限らないんですよね。お金があるから幸せではなくて、幸せっていうのはね、まあ人それぞれによって変わるわけで、まあお金が幸せな人もいるのかもしれないけれども、まあ桜井の場合にはね、やっぱりこう、今になって思うとね、昭和の時代がですね、宝物のように思えてしまうんですね。ノスタルジックになってるわけじゃないんですけれどもね、やっぱり昔のね、このキラキラしたね、昔が良かったな、という。でもそれはお金では買えないでしょ。お金では買えないんですよ。だからこそね、まあ昔には戻れないけれども、昔の日本人をもう一回ね、もう一回作らなきゃいけない。新しいね、日本人を、キラキラした夢を追いかけられる、そういった日本人を作らなきゃいけないと思うんですよ。どこまでそれにね、追いつけるか、まあそれはわかりませんけれどもね、まあそういう人間が一人ぐらいいてもいいんと違うかなと思うんですね。